はい、恐山でーす。じゃあ、やっと始まるよ、ドラゴンクエスト2。初めてのプレイで歓喜ってな感じで何歌ってんねん。ドラゴンクエスト2やっていきましょう。で、初見です俺結構いろいろゲームやってるんですけど、初見です。 RPG はね、やったことたくさんあるんですけどね、ドラクエ2は完全に初見です。前のデータ残ってる、あれるあれるってますね。レベル15で終わってますけど、途中で終わったよね飽きたのかな、まあ、とりあえずじゃあ冒険の章、やっぱ1話でちょっと俺が占領しときたい。だからごめん、冒険の章作る1。はい、んーと、まあでもな、毎回同じ名前もな、そろそろ飽きてきたよねめっちゃ飽きてきたよな。まあでもとりあえずいつも通りで行くか。ベジータ、まあいろいろどんなとこでも暴れてるっていうので、ベジータでいいんじゃないですかなんかでも明るいね、この音楽。ちょっと聞いとこう。はい、こんな感じですね。へえ、こんな明るい始まりなのに魔王が出てくるのか。表示速度はまあ標準で。遥か昔、伝説の勇者ロトの血を引く若者によって竜王は倒され、世界は光を取り戻しました。若者はその後、一人の女性と共に旅に出て、いくつかの新しい国を築いたのでしょう。結構たくさんそれらの国は若者の子供たちによって代々治められたと伝えられています。そして100年の月日が流れました。ここはムーンブルグ、ローレシアよりはるか南西の国。城の中庭では王様と若き姫様が平和な語らいの時を過ごしていました。主人公女の子？しかし、まさか、これは一体何が起こったのだ。誰かおらぬか。王様、大変でございます。大神官ハーゴンの軍団が我がムーンブルクのお城を、何、ハーゴンが攻めてきたと申すか。はい、ハーゴンは聞いたことあるな。ぬぬぬ、ハーゴンめ、こうして俺ぬ、すぐに兵士たちを集めよう。は、直ちに。あれ、もしかしてこれはあれか、ハーゴンって大の大冒険出てきたよね大の大冒険って2なのか。ちょっとだけ俺読んだことある。やばいやばいやばい。ルイカ、アイリン、お前がここに隠れているんだ。アイリンって忍者竜拳伝3にもいたよな。アイリン、お父様、さあ早く行け。わしはこのことをローレシアの王に知らせねばならぬのじゃ。うぬ、ここまで来ていたとは、己怪物め。おお、王様強いね。ま、そうか。それは当然、ロトの子孫、血を引く王様だもんな。ギョエお父様。ギョエのショックで、
階段に落ちていったアイリーン。いやー、出だし早々これか。そして失うものは何もない主人公が旅に出るっていう。一刻も早くこのことをローレシア王に知らせなくては。城がむ、その傷は一体何があったのだ。傷の手当てなど構わぬ。すぐに王様に会わせてくれ。私にはお伝えしなくてはならぬことがあるのだ。ごほごほ、わかった。おい、そっちを支えてくれ。城の皆に気づかれては大騒ぎになる。静かに運ぶんだ。引きずられるように王のもとへ。階段か、登れるかい。登れたみたいです。わ、ヘトヘトやな見るからにわかるヘトヘト加減。ローレシアの王様、大神官ハーゴンの軍団が我がムーンブルクの城。大神官ハーゴンはまがまがしい神を呼び出し世界を破滅させるつもりです。王様、何とぞ、読めなかった、グフ。早口だったのか。王子ベジータよ、話は聞いたな。そなたもまた勇者ロトの血を引き締め、その力を試される時は来たのだ。悲しんでいる時間はない。旅立つ覚悟ができたならわしについてまいれ。その勇敢な兵士を手厚く葬ってやってくれ。母、しかし魔王軍は強いんだな。ベジータ王子、ジーは王子と離れるのがつろうございますぞ。しかしこれも人々のため、泣かずにお見送りせねば。旅のご無事を祈っております。うん、親父のぬくもりないみたいな。まあいい、じゃあついていくか。お、さあベジータよ、その宝箱を開けて旅の支度を整えるがいい。サマルトリア、ムーンブルクには同じロトの血を分けた仲間がいるはず。その者たちと力を合わせ、邪悪なる者を滅ぼしてまいれ。ベジータは宝箱を開けた。なんと銅の剣と50ゴールド。ちょっとドラクエ1では銅の剣買うのえらい苦労したのに。結構簡単に手に入んのね。はいはいはい。おー。装備システムがいいね。で、勇者の子孫。なるほど。勇者の子孫は魔法使えないのかな ?MP0 やし。いけ、ベジータよ。我が息子よ。ベジータ王子、どうか気をつけて。武器や防具は必ず装備してくださいね。はい、分かってます。まあ王様はとりあえず城を統治してるんで、まあ息子に言ってくれっていう話なのかな。王の方が強いでしょう。どうなんだろうかな。ちょっといろいろと調べます。いや、お出かけですか。でも外は危険ですぞ。森や山では特に魔物に出くわしやすいので、なるべく草原などを歩かれますように。うん、エンカウント率の話ですね。ああ、ベジータ王子、行ってしまわれるのですね。私は切のうございます。はっ、いけない。私たら王子様に向かってなんて失礼なこと。どうかお忘れくださいまし。
身分の違い、身分違いの女は儚い思いだと。なるほど、そうか。ちょっと意地悪してあげたいな。さて、これ旅の扉だよな。もうちょっと後にしよう。ここからは旅に出るのかな。大概こういうところはまだ行っても意味がないような気がするんで、正しき神は正しきものの味方なり、行く先々の教会を訪ねなされ、きっと助けになるでしょう。今回はきちんとね、セーブを続けていこうかなと思います。で、まあ中断するところはきちんと中断してっていう感じで、なんか中断ね、やって消えちゃうっていうことがね、あると思うんでね。いや、実は風来の試練、中断データを、PSP のバッテリーが切れたことによって消えちゃったんですよね。まあ、そういうのもあったんで、宿屋はいいや。4ゴールド。うん。まだ、インフレもデフレも、デフレが起こってるのかな。サマルトリアには若き王子、ムーンブルクには美しい王女様がいるそうです。きっとベジータ王子様と気が合うことでしょう。このお城から西に行けばリリザの町があります。サマルトリアに向かうには旅人が立ち寄ると言われています。じゃあ、まず西に行けってことですね。了解。で、多分一人なんで、これ大変なんだよ。おそらく。薬草買っといた方がいいよな。もう一個だけ買っとこう。川の盾持ってるか。持ってないな。ってことは川の盾をまず買った方がいいね。ワンワンワン。あ、いけない。さあ。やっぱりなぁ、大の大冒険でよく聞いた音楽だわ。やっぱあの話が2なのかなぁ。ってなると、どっかでアバン先生が出てくるはずなのに。主人公の大君は、王家の血じゃなかったよね。じゃあ違うのかな。こっちはやばそう。とりあえずちょっとレベル1だけ上げます。うん。これは強そうだな。まあ、1ダメージ、2ダメージなんで。よし。いい感じじゃん。あの橋渡るとちょっと敵が強くなるような気がする。でも結構攻撃力高いけど、4ダメージか。ナメクジは硬いのかい。よしよし、スライムには結構通るな。で、こっち側はリリザの町って言ってたね。ちなみにさっき道具屋に、おー、やばい。まあ、HP20 あるか。最悪薬草使おう。毒消し層あったんだけど、いきなりあれか。バブルスライムとか出るのかな。ドラクエ2は1に比べて、まあ、敵の数もかなり増えてるし、まあ、特にパーティーが3人っていうね。で、武器とか鎧とか盾とかがあるんで、相当ボリュームが上がってるんですよね、1に比べると。ということで、ちょっとね、まあ、今まで見たことある敵とかアイテムとかが、多分これからちょこちょこと出てくると思うんですよね。そいつが今楽しみで。よし。打ち上がった。うん。まあ、この辺の敵だったらまだなんとかやっていけますね。でも一撃じゃない。じゃ、とりあえず、川の盾、買おうかな。ホイミ読めるまではね、効率悪いっすよね。よし、お、一発か。ちなみに、MP 増えなかったもんな。やっぱり、魔法は使えないのが、主人公っていう。
感じですね。なるほど。序盤が結構苦労するんだな。じゃあもう1ぐらいレベル上げた方がいいのかな。いろいろちょっと考えたりしてますけど。じゃあこのプレイのお話をしていきます。基本ですね、カットはしないつもりで行く予定です。で、まあ初見プレイなんで、全く筋違いなとこ行ったりとかよくあると思いますけど、まあその時はカットするかな。どうしてもね、ダメな時は。でも基本は、まあ、カットせずにやっていきます。で、ドラクエ2って、いや、マジでね、初めてなんで、どれぐらいなのかな？パートがね、いくつになるかわかんないですよね。1に比べれば、とりあえず3人パーティーなんで3倍って考えると、ね、パートが40、50、60ぐらいいくのかな？まあ、そのあたりも、結構ストーリーのボリュームもあると思うんで、まあ、楽しみにしていただければなと思います。あと、ファミコンしかドラクエ2遊んだことない人いると思います。あんま、ちょっと来すぎかな。いけるかい？お、やばい！なんか出てきた。アイアンハント。あ、でもいけるな。うん。ファミコンでしか遊んだことない人は、まあ、スーパーファミコン版とこれ同じ仕様なんで、まあ、その違いが楽しめるんじゃないのかなと思いますね。まあ、懐かしいんで遊んだ記憶を、まあ、思い起こして見ていただければなと思いますけど、まあ、でも大概の人、遊んでるよね。スーファミとかも。やってると思うんだよな。さて、じゃあ、その、なんだ、何の町か忘れたけど、3文字の町を探します。なんか嫌な顔だね。大豆くじって。なんか人を小馬鹿にするような顔だよな。OK、レベル3。うん、やっぱり MP 上がらないな。どの辺なんだろう。あったあった。早速発見。リリザの町。ここはリリザの町。旅の疲れをのんびり癒していくがよろしかろう。いらっしゃいませ。ここは道具屋です。ただの道具屋ですね。2のキメラの翼とルーラの仕様はおそらくどこどこに行くっていう。で、噂では老齢者の王子様がハーゴン征伐の旅に出たらしいわよ。え、あなたがこの王子様ですって。ちゃうねえ。やだ、からからないで。ま、言わない方がいいよ。ムーンブルクの城がハーゴンに攻撃されたという話を知っているか。はい。むむ、やはり誠の話であったか。なんということだ。なんか親戚でもいいのかな。コンボ銅の剣、聖なるナイフ、鎖釜、鎖片びら、革の盾。うん。まあ、一応コストパフォーマンス的なところから狙っていきますか。じゃあ革の盾を買おうかな。売れるものは薬草だけ。だよね。はい。了解了解。この町を出て、遥か北に歩けばサマルトリアの城ですじゃん。早速あるのか。私の弟はムーンブルク城の兵士でね、この間突然やってきて、息子を預かってくれって言うんだよ。ところがそれっきり連絡が来なくて、まさかムーンブルク城に危険なことでも起きたんじゃないだろうか。まだ知らないんですね。あそこの炭素調べれそう。こういうのって教えるべきか教えないべきか悩んじゃうよな。でも知らない方が幸せなことってあるもんね。だけどな、やっぱり家族の話になるとやっぱ知っておきたいわね。こっち行く？行くみたい。お、福引券。福
福引きしよう。どこでやるのかな。まあとりあえず持っとこう。じゃあ反対側、ここは宿屋。 HP は大丈夫、20あるだ。毒の怪我をすると歩くごとに体力がなくなりますよ。最も毒気質があれば治せるそうですけどね。うん、だからやっぱり序盤から毒に食らう可能性があるな。お、正しき神は正しき者の味方なり。我が教会にどんなことでしょうか。あ、西部はやっぱお城か。私たちデート中なの、邪魔しないでね。あのね、西に行くと祠があって、そこからムーンブルクに行けるんだよ。僕のお父さんはムーンブルクの兵士なんだ。すごいだろ。いやー、この子にも言えない。言えないな。なんだこの杭。メタルマックスみたいな杭だな。で、ここになんかあるだろ。ない。ないね。何かあるような場所なんだけどな。ないか。結構小さな町なんですね。じゃあちょっと、どうしよっか。あ、ドラキー出てきたな。やっぱり川の盾をまず買おう。で、そいつを装備したら、北のサマルトリアに行きます。サマルトリアは、確か、どっちだ？ムーンブルクじゃない方だから、王子がいるはず。さっきあの、なんだったっけ？自分の国の名前が覚えてないんだよね。ローレシア？ローレシアか。ね、6ゴールド。ちょっと上がったね。よし。いや、この辺の街の設計もしっかりしてるな。当然だけど、どっからでも外に出れるっていうわけじゃないみたいですね。敵から攻められるもんね。堀を作っておかないと。ドラッキーの方がいいね。攻撃力結構高かった気がする。うん、3だな。で、仲間ができたら、多分、ムーンブルクに、行く感じなのかな？よし、もうちょっとだ。砂漠の方が敵出るか。この下は？何もない。宿賃もちょっと稼いどきたいな。よし。ていうか西部どこでやるんだ。王様かな。あ、そうかそうか。ドラクエ2も一応復活の呪文の名残があるんで、復活の呪文は多分王様のとこ行ってたんだよな。多分。ってなると、王様がセーブしてくれるんだと思うんで、じゃあちょっと、サマルトリアに行ってから、セーブしたいなと思います。今回のドラクエ2に関しては、前回の1に比べると、多分ボリュームが相当、おっと、11か。大きいんで、うん、15分とか20分動画に、収まらないような気がするんで、そのあたりはちょっと、はい、パートによって、いろいろと分けたいと思います。あ、武器加工じゃない。ここ。
川の盾。よし、じゃあこれで今回はじゃあここまでにしたいと思います。次回はじゃあサマルトリアに向かいましょう。それではご視聴ありがとうございました。